皆さんこんばんは、ごはんです。さあ今回はですね、こちら RX78F00 横浜のね、ガンダムファクトリーのガンダムですね、組み立て終わったので墨入れをやっていきたいと思います。これね、モールドがめちゃくちゃ細かく入ってて、本当にこう墨入れしがいがある機体なんですけど、今回はウェザリングカラーのマルチブラックを使って、まあ、簡単にねちゃちゃっと墨入れしていきたいと思います。この墨入れめっちゃあの指紋の跡がつくんでゴム手をねつけてやりたいと思います。ウェザリングカラー専用薄め液で結構ね薄めにするかも。ではやっていきましょう。もうね、この辺めっちゃ雑よ。もうこれものですよもう全体的にもう塗っていくだけで、表面を後から本当にあのティッシュとかキムワイプで拭き取るだけなんで、めちゃくちゃお手軽なんですよね。で、綺麗に入る、濃すぎず薄すぎず自然に入るっていうのが、私が今までこうやってきたウェザリングの過程で発見したよね。なんか一見なんかこのまま汚れあんまり綺麗に取らないとすす汚れみたいに見えるみたいなね。こんな感じになりました、まあ、個人の好みなんですけど、まあ、今回モールドがいっぱいあるんで、あんまりね深いブラックで墨入れしちゃうと結構くどくなっちゃうかなと思ったんで、割と薄めがいいのかなって思ってます。インクが乾ききってないんですが、ちょっと表面の水っぽさを取っていこう。こんな感じに全体的に薄めに墨が入りました。比べてみるとよくわかるね。結構薄めなんですけど、しっかりねモールドにベザリングカラーが入り込んでおります。これで足の墨入れが完成しました、まあ、ちょっとねすす汚れっぽく汚れちゃってるとこは後からね薄め液を使って筆で拭き取ってきれいにしていきます。で、ボディ、このね、赤いとこだけちょっと色変えようと思ってんだよね。で、まずはちょっと白い部分だけやっていこうかなと。赤い部分はこのステインブラウン使おうかなと思ってて、変になったらブラックに戻します簡単にこう修正できるっていうのがいいなって思います。試しに足裏をやってみよう。結構赤が濃いから濃いめに入れてもいいと思うんだよね。いや、すごくなんか元々のこのモールドがめちゃくちゃ細かくて、流し込むだけでもすごくいい感じですね。で、ボディの赤も茶色を入れます。はい、シールドも結構細い溝だったんですけど、綺麗にウェザリングの塗料が入ってくれたのではないでしょうか。裏側なんですが、経験上筆でやると結構あのすす汚れみたいになっちゃうんで、このねポンポン方式でいきたいと思います。こう薄くしませてポン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 ってしとかないと、多分筆でやるとめちゃくちゃなんかすす汚れみたいになっちゃうっていう経験があって、多分このポンポン方式がいいと思います。こういう細かすぎる溝のとこは。ヘッドはこんな感じになりました。はい、ということで全身の墨入れが完成しました。ナチュラルでね、いいんじゃないでしょうか。なんかね、こういうつぶつぶとかもね綺麗に色が入ってくれるんでね、ほんと扱いやすいですよね。で、ちょっとカメラ映像でね、わかりづらくて申し訳なかったんですけど、シールドもこんな風にね、ブラウンの墨が入っております。はい、ということで、今回はこちら RX78F00 ですね。簡単にね、墨入れしていきました。横浜のガンダムファクトリーには、実際にね、このモールドの量の実物サイズのガンダムがね、あるらしいので、本当に現物見れるのが楽しみですよね。結構このチャンネルね、見てくださってる方もね、結構行くよって方いらっしゃると思うんですが、私もね、行きます。
なんか今回この動画を撮るにあたって一つ後悔してるのが、同じ価格で同じ光源でビフォーを撮っとかなかったからちょっとよくわからないっていうのがちょっとした後悔ですね。もしよかったらね、ウェザリングカラーでね、墨入れね、もう結構やってるよって方いらっしゃると思うんですが、挑戦してみてください。ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。